はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校は人工肛門を作りますと言われたらというテーマでお話ししていきたいと思います。人工肛門の話もね、なかなか単純なようで結構長くなりそうで、いろいろお話ししていくとそれなりに時間がかかりそうでしたので、まずは今日はその1として人工肛門の基本的なお話についてやっていきたいと思います。人工肛門を作る必要がありますっていうことをね、患者さんに説明すると、結構患者さんもショックを受けられる方が多くてですね、なのでなかなかこの人工肛門を作りますって話、お伝えしにくい情報ではあるんですよね。手術前に一応念のため人工肛門を作りますよみたいなお話していても、手術後にもう一度ね、やっぱり作りましたよみたいな、作るか作らないか、その時手術の所見によって決めるなんていうこともあるんですけど、そういう時に安全のため念のため人工肛門も作らせていただきましたって手術後にお話するとね、それはそれでちょっとショックを受ける方もいらっしゃるんですよね。手術前にきちんと説明していても、やっぱり思ってたのと違うっていうふうにねおっしゃる方も多いので、この辺ちょっとあらかじめ説明しておきたいなということで、人工肛門のお話って結構直腸癌の手術に追加付随的にお話することが多いので、そもそも直腸癌のお話、直腸癌手術の説明自体が結構時間かかっちゃうんで、人工肛門のことあんまり詳しく説明はあらかじめできないっていうケースも多いんですよね。ですから動画でね、少し時間をとってゆっくりお話ししますので、ぜひこの動画最後まで見ていっていただければと思います。それでは行ってみましょう。今日の授業の内容ですけど、人工肛門その1として、まず人工肛門とは何かっていうお話をさせていただきたい。それからどういう時になぜ人工肛門が必要になるかっていうお話ですね。で、どんな風に手術をするのか、手術でどういうふうにその人工肛門を作るのかっていうことと、最後にね、いろいろ用語が出てくるんですよ。ストーマっていう言葉も聞いたことあるかもしれませんけど、ストーマを、永久ストーマとかね、一時的ストーマ、予防的ストーマとか、イレオストミーとかね、いろんな言葉が出てくるんで、その辺についても詳しくご説明していけたらと思います。これまでもう出してきてますけどね、校長のプロフィールです。20年ぐらい召喚外科の医者をやっていますと。いろんな病院で働いてきた経験があるので、そういった経験を通じて患者さんの役に立つ情報を発信していきたいと思っています。特にですね、こういう学校っていうスタイルをとっていますので、ただ単に、病気のね、これだけ知っといてくださいみたいな簡単なお話じゃなくて、その病気の裏にあるそのメカニズムとかね、なぜそういう病気になっちゃうのか、どういう手術をするのか、どういう気持ちで外科医が手術をしているのかとか、どういうふうに抗がん剤を選んで、どういう、当事者の心理ですよね。どういう気持ちで処方してるか、こういったことを詳しくね、なるべく詳しくお話しできればと思ってますので、よければぜひチャンネル登録もしていただいて、他の動画も見ていただければと思います。まずね、食べ物の通り道のことをこれまでも授業で何度か説明してきましたけど、消化管って言うんですよね。で、消化管って管になってるわけですけど、食べ物をまず飲み込むと食道っていうところを通って胃袋に入って、で、胃袋の次は小腸をね、ずーっと行って、小腸には十二指腸、空腸、海腸って3つのパーツがあるんですけど、とりあえずそれらを全部ひっくるめて小腸と言います。そして、大腸は下から上に一回上がって横に流れて、下向きに流れて、で、ぐにっと曲がって、うんちとして出ると。こんな風になってるわけですよね。で、ここの大腸と小腸の部分を取り出して、こんな風に書きましたけど、人工肛門を作る必要がある場合っていうのは、この大腸の、主にですけどね、大腸の通り道が、どっかでこうね、うんちが通れなくなっちゃったよっていう状況に対して、人工肛門を作るという選択肢が出てくるわけなんですね。例えばここに、大腸癌ができちゃったりとかね、あとは癌じゃなくても、他の炎症性疾患、後で説明しますけど、あとは生まれつきの病気だったり、いろんな病気で、うんちの通り道が、機能しなくなっちゃうことが、病気によってはあるんですね。そういった時に、うんちがもうこれ通れなくなっちゃったよっていうことで、どんどん大腸に溜まってっちゃうわけですよね。出られなくなっちゃう。この状態を、うんちが出られなくなった状態を、腸閉塞って言うんですよ。で、このストーマ、人工肛門を作る目的っていうのは、腸閉塞にならないようにするためっていうのが第一にあります。人工肛門のことをストーマというふうに、言うんですけど、こういうふうに大腸を一部こう切ってですね、
で、お腹の外に出しちゃうと。腸を切って、その切れ端、ランタンと言うんですけど、切れ端をお腹の外に出しちゃうことで、うんちの通り道をこのように確保してあげようっていうようなね、まあそういうことになります。腸を引き出して、で、出した腸をね、これぐるんとこう反転させるようにして、皮膚とこの粘膜と言いますけど、粘膜を縫い付けちゃうんですね。でこういう風にすることによって、うんちが出やすくなる。というね、まあそういう手術になります。こういうのを、人工肛門増設術っていうんですよね。人工肛門を作る手術ですね。ただうんちが出てくるとボタボタうんちが垂れちゃったらね、まあちょっと不具合がありますから、まあこういうふうに皮膚にペラッとシールみたいに貼って、で袋をつけちゃうね。でこの袋の中にうんちが溜まるようになってくるという仕組みになります。まあこんな風にね、板をね貼って、面板って言いますけど、板を貼ってその上に袋をつけるようなね、まあいろんなやり方があるんで、この辺についてもまた詳しく説明していきたいと思います。そうそう、ここでね、人工肛門イコールストーマっていう風に考えてる人もいらっしゃるんですけど、実はストーマっていう言葉にはいろんな意味があって、尿のストーマっていう言葉もあるんですよ。だから人工肛門イコールストーマではなくて、まあ、尿路ストーマっていうのも含めてこうストーマっていうんですけど、これはうんちじゃなくておしっこを出すためのストーマね。でこういうのを区別してウロストミーとかっていうこともあるんですけど、まあ、おしっこっていうのは腎臓からこう膀胱にこうね、腎臓でおしっこが作られて尿管ってところを通って最終的に膀胱にこう溜められて、でおちんちんからこうおしっこが出てくるわけですけどね。まあこういう風になってるんですけど、まあ主には膀胱がんが多いと思いますけど、膀胱がんができたりして、まあ、おしっこが出なくなっちゃうとね、おしっこの流れがこう滞ってしまうというような場合には、まあ、おしっこが今度は出れなくなっちゃうわけですよね。まあ、こういう状態の時には、この尿管を切って、尿管を外に出すというようなストーマのやり方もあるし、まあ一部腸を切って腸のストーマにしといて、そこに尿管をつないでおしっこをこういう風に出すようにするみたいなね。まあこういろんな方法があるんですけど、まあこういう左側のパターンを尿管皮膚漏、右側のパターンを開腸導管法とかってね、言うんですけど、まあこういったおしっこを出すための、ウロストミーっていうストーマもあるんですよってことを知っといてもいいかなと思います。どんな手術でストーマを作るかっていうと、やっぱり一番多いのは、主に大腸がん、直腸がんの手術だと。いうことなんですね。で、大腸ってのはこういうふうに下から横行って下に降りて、で S 状結腸ってぐっと曲がって最後に直腸なんですね。ここの部分が直腸ですよ。でここにできるのが直腸がんっていうことで、この直腸がんを手術で取るためにどうするかっていうと、最初にやられた方法はこういうふうに、まあ、お尻の穴まで全部こう綺麗にがんを取っちゃいましょうっていうやり方が最初に考案されたんですね。まあすごく単純ですよね。お直腸を一部で切って、で、これでこう、お尻の穴まで全部取っちゃうっていう方法なんです。こういうのを、腹縁式直腸切断術ってね、ちょっとね、名前長いんですけど、まあ覚える必要ないかもしれませんけど、まあ医学的にはこれね、APR ってまあ英語で省略して、まあ外科医の世界では APR、APR って言うんですけど、まあこの APR っていう手術を最初にやったと言われるのが、このね、マイルズ先生っていう先生なんですよ。このマイルズ先生が1908年にイギリスの病院で初めてやったというふうに言われていて、まあ、要するにこの腹縁式ってどういう意味かというと、腹っていうのはお腹をまず切り開いて、でそこから腸を切りますよと。で、腹縁式。で、直腸は、ここはお尻からくり抜いて、で、全部取っちゃって癌を治しましょうっていうことなんですよね。だからお腹からも攻めるし、お尻からも攻めるということで、腹縁式の直腸切断術というふうに言われています。で、それからまあしばらく60年ぐらい経って、1972年に人工肛門を作らない方法も考案されたんですよ。さっきのお尻までくり抜く方法だと、もうお尻の穴はなくなっちゃうわけだから、ここで切った腸を外に出して、最初に言ったように人工肛門を作らなきゃいけなかったんだけど、1972年に、まあとある先生がこういうふうに下の方ギリギリ取って、で、こういうふうに取ったらいいじゃない。で、ここで直腸の最後の方を残すことができれば、こことここをね、つなぐ、吻合するっていうね、方法がある。まあ、こんな風に腸を下に持ってきて、ここで縫ってつなげばいいじゃないのっていう風にやり出した先生がいて、まあ、こういう手術のやり方を、低位前方切除術、ローアンテリオルリゼクションっていう方法が、まあ、出てきたんですね。まあ、この方法を最初に、まあ、手術したと言われているのが、イギリス人のアラン・ガイアット・パークス先生っていう先生なんですね。で、この先生は要するに、もう癌の下の方は、まあ、ギリギリでね、切って、
取り切れればいいんだから、そんなにたくさん取る必要なくて、ギリギリで切れれば切って、吻合をね、つなぎ直しすればいいじゃないのっていうことを言い出したということなんです。ただ、そうは言っても、ここってね、骨盤の骨が周りにあって、すごく狭いところなんですよね。だから、この腸を縫うって言ってもね、結構、針と糸を使って縫うのは、すごく大変なんですよ。で、まあ、1970年ぐらいになってくると、この自動吻合器っていうのが結構開発されるようになってきて、で、こう手で縫うのも、まあもちろんそういうやり方もあるんですけど、下から、お尻からこう機械を入れて、ガチャッとね、こう縫ってしまうっていうような、まあそういう自動吻合器の開発も、大いにこの術式に貢献されるようになってきて、今ではもう普通に標準的に、まあこう機械、ね、道具を使ってここを縫うっていうのが一般的になってきてます。まあそういうわけで、直腸癌の手術に関しては、ここの下の方でうまく切れるんであれば、できるだけ低位前方切除術をやりましょうということになっていて、これが現在の標準的な手術法となっています。で、そこで直腸癌の手術をするときは、マイルズ先生がやった APR か、お尻までくり抜くか、それともパークス先生のやったローアンテリオルリゼクション、低位前方切除術か、どっちをやるかっていうのが、まあ、常に問題になるんですよね。もちろん、癌がもうお尻の穴すぐ近くね、肛門のすぐ近くにあったら、これは癌を治すということに関して言えば、もう肛門ごと取らざるを得ないというケースも多いんですよ。だから、どうしても例えば癌がこの辺にありますと。で、内視鏡してみるとね、あ、もう肛門がここまでで、もうそこにすぐ癌がありますみたいになった時に、果たしてこれが APR しなきゃいけないのか、それとも低位前方切除術でなんとか取ってつなぐことができるのか、ここがね、すごく、まあ、問題になってくるわけなんですよね。で、一概に、これがじゃあ1センチだったら無理です。2センチだったら大丈夫ですとかね。まあ、そういうことをなかなか一概に決めることは難しくて、まあ、これはちょっと肛門のところのね、断面図の解剖図になりますけど、例えばこの辺に癌があればですよ。そうすれば、こういうふうに横のね、お腹側から行って、こういうふうに切り取ってこれそうだなってことはわかりますよね。でそれから癌がもうこの肛門の縁に、ここ肛門四条線って言って、ここからこっちが肛門なんですけど、まあ、この肛門の皮膚のところにも癌が浸潤してたら、もうこれはさすがに肛門ごと取らざるを得ないなということになりますよね。でも、これぐらいだったらどうかなってね、これはね、判断として結構微妙になってくるんですよ。で、これはこっちからこう攻めていくと、ちょっとこれ癌取りこぼしちゃいそうだなって感じになるんですけど、今度はお尻の方から見て、この括約筋ってね、お尻をキュッと締める筋肉、この括約筋を一部こう切り込むような形で、括約筋、これ内肛門括約筋と外肛門括約筋っていうのがあるんですけど、この内肛門括約筋のところまでだったらですね、まあなんとか一部切ることで、つなぎ直しをして肛門を残すことができるっていうふうに言われていて、まあそういう手術方法も最近結構盛んにやられているんですね。なので、まあこれはね、癌の場所、高さだけじゃなくて、大きさとか、まあ、その後は周りのリンパ節への広がりとかね。まあ、いろんな要素によって、その上から取って繋ぎ直しができるかどうかっていうことが決まってくるんで。なので、予定としては、低位前方切除術のつもりだったけど、まあ、ちょっと手術やっぱり見てみると無理だねっていうことで、まあ、マイルズの手術、APR にせざるを得ないということも十分にあり得るということなんですね。肛門を残すことに関して、残した方がいいのかっていう話よね。まあ、これは外科医の中でもずっと議論になってるんですよ。まあ、一時期はね、もう本当になるべく残しましょうっていうことで、まあ、結構無理して、まあ、さっき言ったように肛門括約筋とかをね、切って、まあ何としても肛門を残そうみたいな方向にみんなが向いてた時期もあったんですけど、まあこの肛門括約筋ね、お尻を締める筋肉を一部切る手術をしたりね、あとは放射線治療と抗がん剤を組み合わせて、まあ、手術前にガンガンとこう治療をね、して、で、癌を小さくしてから手術をすることで、肛門を残す確率を少しでも上げようとか、まあいろんな試みが、まあされてきているし、今でもされてるんですけども、ただね、しかし、まあ、肛門を一応残せたとしても、結構やっぱりお尻を締める筋肉が、まあ、一部やられていたりね、まあ、放射線を当てたりするとその機能が落ちたりして、排便障害って言ってね、うんちがまあちょっと漏れやすくなっちゃうことがやっぱ多いんですよね。まあそれがひどく出るとね、やっぱりかなり大変で、まあ夜寝てる間もうんちが漏れちゃうとか言ってね、いうこともありますので、まあなかなかこういうふうに肛門を残すだけ残したら終わりってわけじゃなくてね、
そこからのリハビリも大変だし、リハビリをしてもなかなか良くならなくて、後遺症として結構残っちゃうっていうね。で、しょっちゅう便が漏れちゃうっていうこともあるんですよ。だから、まあ、残せばいいってわけでもないっていうことなんですよね。で、実際肛門を残したはいいけど、やっぱり便の漏れがひどいから、これじゃあちょっと日常生活できないよねっていうことで、人工肛門を後から作り直したっていう人もいるんですけど、まあ、その方が全然生活が楽になったよ、なんていうふうにおっしゃる人も結構いらっしゃるんですよね。だから、まあ、残せばいいってわけじゃないと。しっかり使える肛門をなんとか残したいっていうのが、まあ、そういうふうな流れにね、まあ、最近はなってきてるわけですけどね。肛門を残したはいいけど、やっぱり人工肛門を作る場合があるっていう話したんですけど、これは、まあ、永久的に作る場合と、一時的に作るっていう方法があるんですよ。で、これは、低位前方切除術とか、まあ、さっき言った ISR って言って、肛門括約筋を切るような手術ですね。まあ、とにかく、すごく、癌の位置が肛門に近くて、ここギリギリでなんとか取ってきました。で、ギリギリで繋ぎました、みたいなね、ケースがある場合に、ここやっぱり、繋ぎ目のところが、ちょっと心配なんですよね。で、まあ、その時の手術の出来栄えにもよるんですけど、まあ、完璧だと思ってね、こう、綺麗に繋げたぞっていう時は、まあ、うまく繋がってくれるケースも多いんですけど、やってみると、まあ、なんか繋いだところがどうもね、血の巡りが悪そうだとか、まあ、縫ったんだけど、その機械、機械で繋いだね、繋いだところが、もうどうもなんかちょっと、こう、腸が裂けてね、うまく繋がってないんじゃないかな。で、そこをなんとか手で縫って補強したりとかするんですけど、まあなんかなんとなくこううまく吻合ができなかったななんていう時もあるんですよ。なのでそういう時のために、まあここがね、縫合不全っていうのを起こしちゃうと結構厄介なことになるんで、まあこういうふうにね、繋いだところがうまく繋がらなくて、縫合不全っていう状況になってしまうと、これうんちが多量にね、漏れ出てきてしまうことになるんですよね。この辺については大腸がんで手術と言われたら合併症編っていうね、動画を作っていますので、これを概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもよく見ていただければと思うんですけど、まあ、縫合不全っていうのはうんちが漏れ出しちゃうと、結構治るまで時間がかかったり、場合によってはね、こう周りにうんちが広がっちゃって腹膜炎っていうね、すごく危険な状態になることもあるんですよ。仮に縫合不全になっちゃったとしても、うんちがそんなに漏れてこないようにするために、あらかじめこの吻合部よりも手前のね、腸に、人工肛門を作っておくっていう方法があるんですよ。で、まあ多いのはこの開腸ってね、小腸の終わりの部分を開腸って言うんですけど、この開腸の終わりのところに人工肛門を持ち上げて作るっていうケースが、まあ多いですね。ここでもう全部うんち、便を出しちゃう。そうすると大腸には便がもういかなくなるので、仮にここがうまくすぐに繋がんなかったとしても、うんちが漏れてこなければ、そんなに重症化することはないんでね。だからなんかここちょっと治り悪そうだなっていう時は、もうここに人工肛門作っておいて。で、あとはもうここが治るまでしばらく何ヶ月も待ってればいいんでね。ということになる。お食事も当然食べれるし、入院もずっとしておく必要ないんでね。なので、まあこういう、小腸のところに作るケースが多いと。まあ、小腸じゃなくて、この、横行結腸ってね、この横に行くこの大腸のところ、ここに人工肛門を作るようなケースもあります。で、こういうのを、まあ、縫合不全になった時に重症化するのを予防するという意味で、予防的ストーマとかって言ったりもします。で、この小腸で持ち上げて、まあ、大腸でもそうなんですけど、こうやって持ち上げて作るのは、こうやって皮膚の、腹壁ってお腹の壁を、に穴を開けて、で、腸をぐっとこう引き出してね。で、この引き出した腸を、ここでこう切って、こう割るような感じのイメージですね。で、こう割るような感じにすると、こんな風になって。で、ここの粘膜と皮膚を縫い合わせておくっていうことにするんですよ。まあ、そうすると、ここは穴が要するに、二つこうできるような感じのストーマになるんです。で、こういうのを、走行式、ね。穴が、そう、双子の、そうですね。走行式。穴が二つあるストーマっていう風に言うんですけど、まあ、うんちは、こっち、普段だったらこっちから来て、こういう風に流れるとしたら、まあ、穴は2つあるんですけど、うんちは片方側からしか出ないですね。で、まあ、こっち側にもしうんちが溜まってたら、まあ、逆流してちょっと出たりすることも、まあ、あるかもしれないんですけど、まあ、基本片側からしかうんちは出なくて、こっち側に流れていかないようにしているという、ね、こういう状況になります。
で、縫合不全に結局ならなかったよとかね。まあ、ちょっとなったんだけど、まあ、治りましたよっていうふうなことを確認してから、人工肛門を閉じる手術をもう一回やるということで、まあ、これは一時的なね、まあ、ストーマっていうことで、こう、一時的ストーマっていうふうに言う場合もあるんですよ。だから、結構用語がごっちゃになりやすいんですけど、こういうふうに小腸に作るものを、まあ、小腸ストーマとか言ったり、予防的なも、これ目的ですね。何のために作るかっていう目的によって、それが予防的ストーマっていう名前になったり、穴が2個あるからって、こういう形態の問題で、走行式ストーマとか、まあ、それに対する言葉としては、穴が1つだと単行式ストーマっていうんですけど、まあ、そういう言葉があったり、あとは作る、その時期ね、どれぐらい、まあ、永久的に使うのか、一時的に使うものなのかによって、一時的ストーマと永久ストーマっていう言葉が出てくるんですけど、まあ、こんな感じで、一つのストーマに対して、いろんな、ネーミングの仕方があるんでね、まあ、この辺が、まあ、医学生や研修医にとってもすごく紛らわしくて、ややこしくなってるポイントでもあるんですけどね。まあ、ただ、こういうようなことになります。大丈夫だと思ってね、吻合した時は大丈夫だと思って、予防的な人工肛門を作らなかったんだけど、そう思ってたら残念ながら縫合不全になっちゃったっていうケースもあるんですよ。その場合にはもう一度2回目の手術をして、で人工肛門を作るっていう、こういうケースもあるんですよね。まあ、これも大腸がんの術後合併症編のところでね、お話ししたんですけど、まあ、ここ腸と腸を縫って繋いだところから、便が漏れちゃうんでね。まあ、これはドレーンっていうんです、こう吸引してるわけですけど、まあ、うんちがね、こう通ってくるんで、こういうふうにね、うんちが通るんで、まあ、どうしてもね、こう漏れがね、うんちが漏れてると、うんちの中って大腸菌とかいろいろね、バイ菌が入ってて、なかなか汚れやすくて、なかなか治んないんですよ。で、こういう場合どうするかっていうと、ここが溜まっちゃってね、腹膜炎になったりとか、うんちが通るとなかなかね、治りが悪いっていうことで、まあ、その手前の腸をぐっと腹壁の外に引き出してですよ。で、ここで人工肛門を作っちゃうというね、そういうやり方をする。そうすると、まあ、ここで割ってね、人工肛門作ると、うんちはここからここにこういうふうに出てってくれるから、ここのつなぎ目の吻合の部分を通らずに済むわけですよね。だから、ここで漏れ出てくるうんちの量がかなり少なくなる。まあ、ほとんど出なくなってくるね。そうすると、ここがバイ菌で汚染されなくなるので、つなぎ目のところも自然にだんだん治ってくるわけなんですね。これを、まあ、このままの状態で様子を見てるとですね、なかなか治らなくて、まあ、3ヶ月、4ヶ月経っても治らないとかね、そういうこともあるんですよ。で、一方で人工肛門を作っちゃえば、まあ、人工肛門を作る手術を2回目の手術したりね、まあ、人工肛門の処置とかも大変で、まあ、患者さんはすごくやっぱり嫌がるとは思うんですけど、まあ、縫合不全自体はね、結構すぐ治ってくれて、まあ、3ヶ月後ぐらいに、またじゃあこの人工肛門閉じればいいよねっていうことで、まあ、意外とこっちの方が早く決着がついたりすることもある。ということで、まあ、漏れがとにかく少なくなって治りを早くするために、まあ、大抵の場合は、このね、一時的な、この縫合不全を起こした場合には、一時的なストーマ造成で済むことも多いので、まあ、こういう方法で、早めに治していくっていう方法もありますということなんですね。あとは肛門を残したけどやっぱり人工肛門を作る場合っていうのもある。これはねなかなか難しい判断になるんですけど、例えばここにがんがあって、まあ、ここをがん取りましたと。でそうするとこういうような状況になりますよね。でこことここをつなげばこうやって定位前方切除術っていう手術になるんですけど、こことここつなぐのが、まあ、ちょっと危ないなっていう風に感じる時が結構あるんですよ。まあ、例えば、腸閉塞になっちゃっててね。で、腸にすごくうんちが溜まっちゃってて、まあ、すごくここ炎症を起こしてるとかね。そういう状況の時に緊急手術をして癌を取るようなことがあるんですけど、まあ、緊急手術の時とかっていうのは、やっぱり患者さんの状態も悪いし、こことここを吻合すると、まあ、結構高い確率で縫合不全を起こしちゃうっていう可能性もあるんですよ。なので、まあ、緊急手術とかで、まあ、大変な時には、まあ、とりあえず癌を取っちゃって、で、ここに関してはもう、こう、くっつかなかったら、もうかなり余計に状態悪くなって命に関わるということになるんで、もう下は縫い閉じてしまって、で、ここに人工肛門を作るという、こういう手術方法を取らざるを得ないこともあるんですよ。で、こういう手術をやったのが、まあ、このフランス人なんですけど、ヘンリー・アルバート・ハルトマン先生って言うんですね。で、これはね、肛門を残すが、あえて吻合せず、人工肛門にする手術。ということで、ハルトマン手術って言われてる。これ、日本語でね、なかなか、なんていうのかな、僕もあんまよく詳しく知りませんけど、日本語でネーミングないんですよ。みんなね、カタカナでハルトマン手術って書くんですよね。不思議なことに。
で、これだけは、だからマイルズの手術っていうのは、腹縁式直腸切断術とかね、APR っていうし、低位前方切除術は低位前方切除術か、LAR、ローアンテリオルリデクションって言って、あんまりパークス先生の名前を使って、パークスの手術とかって言ったりはしないんですけど、これハルトマン手術に関しては、もうハルトマンっていうんですよ、ね。まあちょっとその辺の理由はよくわかりませんけど、まあこういう方法の手術も結構やられることは多いんですよね。いや、これね、残った腸が残ってて、肛門も残ってるから、後日、じゃあ状態が安定したところで、ここの吻合、ストーマね、人工肛門の部分と残った直腸を再度吻合して、つなぎ直しして、で、低位前方切除術みたいな感じにしてくださいっていう風に言われることもあるんですけどね。まあ、このハルトマン手術をした後で後日つなぎ直しをする手術。これをハルトマンリバーサルって言うんですけどね。まあこれ結構大変なんですよ。ここも残ってる腸が特に短い時とかは、まあそこまでまたね、こう骨盤の中をこう手術して、2回目の手術だから結構癒着とかもしてたりしてね、なかなかここを見つけるのも、到達するのが大変だったりもするんですけど、まあできなくはないんでね、まあそういう患者さんのご希望があれば、ハルトマン手術をした後でまた繋ぎ直しを後日やるみたいなケースもあるはあります、ということになります。で、人工肛門あとどこに作るかっていう問題があるんですけど、まあ、これは病気の状況とかによりますけど、原則としては、とにかく便をちゃんと出すっていうことが人工肛門の目的なんで、うまくうんちが出るんだったら、まあ、理論的にはね、どこにでも作れる。ね、どこに作ってもいいんですね。ただ、まあ、消化吸収のことを考えると、なるべく、こう、大腸の、まあ、終わりの方ですね。ここのとこ S 状結腸って言いますけど、まあ、S 状結腸あたりに作ってあげるのが一番ね、まあ、うんちがしっかり、ね、作られてきて、で、食べ物の消化吸収もしっかり終わった後のうんちが出ますから、なるべくこっち側に作りたいなというふうには思うんですけど、小腸に作るものをね、これ会長さんもさっきも言いましたけど、小腸に作る。まあ、こういうやり方もあって、まあ、こういうのをね、入れオストミーっていうんですよ。会長のことをイレウムっていうんでね、イレオストミって言ったりしますが、まあ、小腸で作った場合は、まあ、うんちが全然まだできていない状態のね、まあ、水っぽい感じの、まあ、下痢便みたいなものがどんどん出てくる形になります。なので、小腸ストーマっていうのはたくさんの腸液が出てきちゃって、まあ、1日のほんと1リットルぐらい出たりするのがザラにあるんですよね。で、そうすると、脱水になったり、まあ、腸液って結構塩分とかもね、失われていくので、まあ、電解質異常って言って、体の、まあ、電解質、ミネラルのバランスが崩れちゃったりして、まあ、場合によってはそう、不整脈を起こしたりする可能性とかも出てくるんですよね。だから、なるべくこう、小腸にはストーマ作りたくないんですけど、ただ、ここら辺のね、まあ、大腸のすぐ入り口入ってすぐのところが、なんかもう腸閉塞になっていたりしたら、もうこれ小腸に作らざるを得なかったりしますよね。だからね、結構作りたくはないんですけど、作らざるを得ないケースもあります。で、あと、盲腸に作るね。出たところ、出てすぐのところの盲腸を持ち上げて作る。そういう方法もありますし、まあ、横行結腸に作るようなケースもある。それから、まあ、S 状結腸に作るケースもあって、まあ、できればね、さっき言ったように S 状結腸を作りたいけど、まあ、そこがうまいこと、まあ、ここにガンがあったりとかね、するとできないよってことで、その手前に作ったりとか。まあ、とにかく、まあ、腸が外に出ればいいので、まあ、どこに作ってもいいはいいんですけどね。ただ、まあ、体格とかによってね、この上方結腸とか、下方結腸とかは、結構背中側にこう、ペラッと張り付いている臓器なので、そこを、お腹の腹壁の外にこう、バッと出すのはね、結構大変だったりもするんでね。まあ、いろいろだから、まあ、うまく出れば、まあ、どこに作ってもいいよ、ということになります。で、この大腸ストーマのことを、イレオストミーに対して、まあ、大腸のことをコロンって言うんで、コロストミーって言うんですけど、まあ、コロストミーをできれば作りたいということになります。で、直腸がん以外でも、の病気でも、ストーマを作ることってありまして、まあ、多いのは他のがんが、まあ、大腸に破手して、つまりこぼれ落ちたがんが大腸を巻き込んでね、腸閉塞になっちゃうケースとか、まあ、子宮がんとか卵巣がんみたいな、まあ、骨盤のがんが大腸に直接的に浸潤するとかね、膀胱がんでもありますけど、まあ、そういったパターンで大腸のストーマを作るケースってのは結構ありますよと。あとは膀胱がんの人が、まあ、大腸のストーマを作ることもあるけど、主におしっこが出なくなっちゃうから、膀胱を取った後でね、で、尿路のストーマを作ることもあるし、クローン病とか潰瘍性大腸炎のような、いわゆる炎症性腸疾患と言われるもので作るケースもあります。あとは、これもまあまあ多いですけど、まあなんかの原因で、まあ外傷とかね、
が原因で腸に穴が開いちゃってる。まあそういう時に、まあもう本当腸側に穴が開いて腹膜炎の状態になってると、まあ緊急手術でそれ命を助けることがまず大事でね。で、腸と腸を縫って繋ぐなんていうのはね、なかなかそこがうまくくっつかないことも緊急手術のことは時は可能性高いのでね。なので、あえて吻合せず外に人工肛門として出しておくみたいなことは、これもしょっちゅうある話ですね。あとは、これは小児外科って言ってね、赤ちゃんもう生まれたばかりの新生児とかの話にはなりますけど、まあ、鎖口とか、ヒルシュスプルム病っていうね、かなり特殊な病気ではありますけど、まあ、腸が、お尻の穴が、まあ、最初から開いてないとか、腸を動かす神経がやられちゃってるとか、そういった病気で、まあ、うんちが出ないという場合に、もう本当に赤ちゃん、生まれたての赤ちゃんを手術して人工肛門にするなんていうケースもあります。あとは、神経の病気で、うんちが出せなくなっちゃってる人とかね。まあ、こういろんな病気が原因で、ストマを救うケースっていうのはありますよっていうことなんですね。で、難しいのはですね、手術する上で、どこにどういうふうに作るか難しいのは、まあ、あちこちがね、腸閉塞になっちゃってるケースなんですよ。で、例えば、腹膜破裂で何箇所も、こう、腸の通りが悪くなっちゃってるようなケースですね。こういう場合は、例えば、ここも、こう、癌がね、こう、浸潤して破裂になっちゃってて、で、これで通りが悪くなっちゃってるよ、なんていうようなケースの場合は、まあ、ここの手前の小腸のところで、イレオストミーを作って、とにかくここで便を全部出しちゃうと。で、そうすると、こっちのここに癌があって、まあ、ここは通行止めになっちゃってるけど、まあ、ここで出しておけばね、とりあえず大丈夫でしょう、みたいな感じで、まあ、こう出しちゃう。ただ、まあ、こういうふうに、ここじゃここの腸どうなっちゃうのっていうことなんだけど、ここももう狭くなっちゃってるわけですよね。で、こことここ両方で入り口出口が詰まっちゃってると、まあ、ここ別にほっといてもいいような気もするんですけど、まあ、これほっとくとね、これ腸液とかガスがこう溜まっちゃうんですよね。なので、まあこういうふうに閉鎖空間を作っておくっていうのはあんまり良くないので、まあやっぱりこう S 状結腸の方にストマを作って、まあここにね、変なガスとか腸液が溜まらないように外に出してあげるようなこともしなきゃいけなかったりしますね。なので、まあ、ちょっと、あちこちも、やっぱりやられちゃってると、もう、人工肛門がもう、2箇所も3箇所もなっちゃうよっていうようなケースで、まあ、このなかなか癌が治る見込みも難しいっていうようなことになるとね、まあ、そもそも人工肛門作るところまでやるべきなのかとかね、そういったこともよく相談していかなきゃいけなくなってくる。まあ、そんなケースもしょっちゅうありますよってことですね。はい。で、最後にね、用語の説明ということで、これまでの授業をちょっと振り返って出てきた言葉をまとめていきたいと思います。ストーマっていうのは、一般的には多くの場合、人工肛門を指す場合もありますけど、いわゆるウロストミーって言って、尿路変更を、伴うような手術、これもストーマに、含まれます。小腸ストーマのことをイレオストミーと言い、まあ、欠点としては水分がたくさん出ちゃうっていうことなんですよね。で、大腸ストマをコロストミーって言って、これは結構ね、S 状結腸とかに作ればしっかりしたうんちが出てくるんで、こっちの方が管理は楽ですし、消化吸収からしてもその方がいいですよってこと。それから膀胱がんとかで作るのはウロストミーと言って、尿路ストマということになります。で、もうこれストーマ作っちゃったら元に戻しませんよってね、 APR マイルズの手術の時とかっていうのはお尻の肛門まで全部くり抜いちゃってるから、まあ、どう頑張ったってこれ元に戻せませんよねっていう、そういうのを、まあ、永久ストーマという、まあ、ハルトマンみたいに戻そうと思えばまあ戻せるんだけど、まあでもとにかくまあ本人も希望していないし、まあお腹の中もかなり癒着してそうで、2回目の手術やるのがすごく大変そうだから、まあいいですってなっちゃってるケースもある。まあそういう場合はまあそれも永久ストーマというふうに言います。だから元々一時的ストーマのつもりで作ったストーマも、まあ結局そのまま永久的に使ってるなんていうケースもあるわけですね。で、後で閉鎖の手術を予定している場合にはこれは一時的ストーマということになります。で、縫合不全を起こした時に重症化する。この縫合不全を警戒して作るストーマ。これを予防的ストーマと言います。で、永久ストーマの場合は、単行式ストーマね。これは、ハルトマンの時もそうだし、マイルズさんの手術の時もそうなんですけど、まあ、直腸を切っちゃって、それをそのままね、ポンと、まあ、出してる単行式が多く、一時的ストーマの場合は、双方式みたいな、ね、イレオストミーみたいに小腸を持ち上げて、皮膚の外に出して、それをパカッと二つに割ると。いうようなタイプの双方式が多いということになりますけどね。まあもちろんこの限りではありませんよ。永久ストマも双方式で作ることがありますし、一時的ストマも単方式で作ったっていいわけですけども、まあ一応ね、こんな風に用語を整理していただければ少しわかりやすくなってきたかなというふうに思います。
ということで、まあ、授業も少し長くなってきましたので、一旦ここでね、まあ、その1、まとめに入りたいと思います。人工肛門を作りますと言われたらその1、直腸がんで人工肛門を作るケースが多いんだけども、その場合、肛門までくり抜いちゃうというマイルズの手術、APR とか腹縁引式直腸切断術と言いますが、この手術の時はもう永久すつまになりますよね、と。で、低位前方切除術といって、腸と腸をつなぐ手術の場合、この場合は、そのままもう繋いじゃうからね、それで手術を終わらせてもいいんですけど、縫合不全が怖いと。縫合不全を起こした時に重症化すると命に関わるので、予防的ストーマというのを作ることがあります。で、縫合不全の治療として、まあ、一時的にストーマを作ることもありますよと。で、ハルトマンの手術っていう風に、もう最初から直腸の断端を繋がない手術もあるんですけど、まあ、これは主に緊急的に、準緊急的に大きな大腸がんを取る時などに、まあ、やられる手術なんですけど、まあ、これを繋ぎ直すことも可能です。ただ、結構それは繋ぎ直しも大変ですよというね。まあ、この辺を今日はお話ししてきました。人工肛門に関しては、やっぱり直腸がんの患者さんが結構多いのでね。なので、がんの治療とストマの管理、この辺を両立していかなきゃいけないので、まあ、精神的なストレスとかも結構大きいんですよね。ということで、次回、人工肛門の実際の話とか、手術後の生活、QOL って言ってね、クオリティオブライフですね、人間の生活の質に関してとか、食事とか入浴はどうなのとかいった、こういった実際の問題点について、また詳しくお話しできればというふうに思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、次回の授業もお見逃しのないようによろしくお願いします。それではまた次の授業でお会いしましょう。ではまた。